グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。マンチェスターユナイテッドのオレグ・ナースール・シャール監督は、FW ・クリスティアのロナウドが40歳になっても、十分にプレーノーだと予想している。A 氏、デイリー・メール、ドが、同監督のコメントを伝えた。今シーズン、ユナイテッドの試合はダゾーンで、 いつでもどこでも短視聴。1ヶ月無料を試し実施中、シーロナウドは年末にユベントスから古巣であるユナイテッドに復帰。12年ぶりに復帰したプレミアリーグ舞台でも36歳という年齢の影響を感じさせず、デビューから公式戦3試合連続の計4ゴールを6する活躍を見せている。スールシャールカンもシーロナウドのコンディションや 体調管理は強烈な印象を受けているようだ。彼が40歳にってまだプレーしていても全く驚くことはいいよ。彼がどれだけ自分のことをケアしていいかを考えればねと監督は語る。もちろんなんだの遺伝子や DNA もあるのだろう。彼は今のような手になるためにすべてのエネルギーと努力をぎこむんできた。フィジカルの状態に関して今けている。 賞賛のすべてが彼にふさわしいものと、スールシャール監督。さらに、あれほどの、子を成し遂げてもまだハングリーなのが何を、印象的だと、メンタル面を称え、あと数年は続く、って欲しいと期待を示している。先日には、元地、無名とであり、ゲンダービーカウンティンのウェイン・ルーニー氏も、シーロナウドは、40歳、プレーして、ゴールを決めていても驚かない、話していた。 現在のシーロナウドを実際に毎日区で見ているスール・シャール監督も同じ考えのようだ。ユナイテッドは現地時間25日に行わるプレミアリーグ第6節の試合でアストンらと対戦する。シーロナウドはこの試合でも絵を上げたとすれば、ユナイテッド新加入から式戦4試合連続でゴールを決めた選手は実に97ぶりとなる。